恋人との LINE の頻度はどれぐらいが適切なのでしょうか村田さん26歳男性不動産業の方昨年末に生まれて初めて念願の彼女ができましたおかげさまで毎日が幸せに包まれていますしかし幸せな反面全くモテてこなかった時代から別の悩みも増えましたそれは彼女とどの程度の頻度で連絡を取れば良いのかということです 今現在彼女とは2週間に1回くらいの頻度でデートをしています私としてはもうちょっと頻繁に会ったり話したりしたいのですが仕事などが忙しいということなので仕方がありませんそれならばということで LINE で連絡が取れたらと思っておはようとか今日何してたみたいなメッセージを送りたいと思うのですがどれくらいの頻度で送っていいかわかりません 最初はほぼ毎日メッセージを送っていたのですがだんだんと彼女の反応が鈍くなり最終的には半日間既読がつかず「ごめん忙しかった」との返事が来たのは2日後みたいになってしまいましたあまりしつこい男は嫌われるとのことでそういう事態は避けようと思うのですが実際に会える頻度が少ないせいか LINE のやり取りすらないと本当に付き合っているのか心配になってきます。 そこでお聞きしたいのですが、恋人とのラインの頻度はどれくらいが適切なのでしょうか。お答えいただけると嬉しいです。はい、という相談です。はい。うん。じゃあ、私から。はい。これね、めっちゃしょうもないこと言いますけど。まじ、人によりますね。<laughs> でも、人によることは前提で。私、ちょっと女の人の、その。最近、恋愛プロフィール診断みたいなやつを見ると。 みんなね連絡がマメっていうことをむちゃくちゃ重要視してるんですよ。ということはですよ連絡がマメなことを重要視してる女がたくさんいるのに LINE の返事がないっていうことはあんま好きじゃないんでしょうね。<laughs> はっきり言って。で私もそうあ LINE 返事つかない人。<laughs> は、だんだんラインしなくなるんで、なんかちょよくわかんないんですよね。どうすればいいんだろうな。どうすればいいんだろうな。日記みたいなの送っても鬱陶しいかもしれないもんね。うん、なんか。おっさんからのさ、ラインでうざいのナンバーワンがさ。おはよう。今日は名古屋に出張。ひつまぶしを食べたよ。写メとかさ。<laughs> マジ嫌われてるからね <laughs> どうすればいいんだろうね。かといってさ「何してんの?」とかさ「寝てた」とか言われるんだろうな。うーんやっぱね俺ねあのセックスとかと一緒で相手の反応ありだから反応がないなら嫌がられてると思ってやめるっていう方向が もちろんいいと思うんですよそしたら付き合ってないんじゃないかってなるじゃないですか、うん、付き合ってないって感じですかね <laughs> <laughs> 半年ぐらい昨年末からだからで、いいじゃないですか、うん、はっきり言って2週間に1回会ってセックスできてるんだったら全然いいじゃないですか、うん、月に2回もセックスできるんですよ ということは、年間二十四回ですよ。結構できてるじゃないですか。いいんじゃないですか。<laughs> とりあえず、会って、セックスさせてもらってるうちは。まあ、させてもらってるっていうのもあれですけど、できてるうちは。あんま気にしなくていいんじゃないですかね。うん、はい、じゃあ、しきみちゃん、お願いします。それですか。はい。二、うん、週間に一回会ってるって、社会人、多分二十六歳なんで、うんうん、社会人だと。 割とふ普通じゃないかなと思って私そうだよね私もそう思うで社会人なら半日間記録がつかないのって仕事時間考えるとそれも普通なんじゃないかなと私は思いましたいや私もねそれもそうだねこの2日後っていうのはどう思う <laughs> 2日後は完全に多分もう脈が切れかけてると 思いますね。やっぱそうだよね。うん、私も私も気に入ってる相手には速攻返事返します、うん。そうですね。はい。確かに。気がない。楽、うん、しいけど。まあやれてるうちはね、あの、うん、ポジティブに考えていきましょう。うん、じゃあ LINE は今まで通り。そう相手の反応を見てって感じかな、うん。無理にいっぱい送ったり遠慮したりせず、うん。そう。 好きなタイミングで好きに怒るといいよ。でも、さっきのやつはうざい。言ったいやつね。つねどうだろう。しきみちゃん。しきみちゃんは何を送られてきたら。返事返す気になる。ええー、やっぱ相手が何言ってるかより、相手のことをどう思ってるかのが。重要ですかね、私は。どう、はあ、だろう。<laughs> <laughs> 多分、おはようの返事がない時点でギフト、ありがとうございますありがとうございますコロコロしてるちょっとこの見せ方よおギフトのおかげでおたが見れた急ありがとうございますちょっと今の見せ方はイマイチでしたけど次また来るかも次またあるかもしれないですじゃあ、えー そううだねおはよでも「おはよう」でもおはようってさ返しづらくないスタンプぐららいなら返すかもあそうだねスタンプだったら返すかもね、うん、なんかあ<ー>ちょっと「いやで,もでもおはよう」の後にすぐ「今日何してあ昨日何してたとかうん、うん、そういう質問を送っちゃったせいで。 スタンプで返せない内容になっていて忙しかったしか返せないみたいなありそうですよねありそうやつだと何がうれしいかなって今考えたけどうれしいうん <laughs> やっぱ相手はどう思ってるかな多<分>、うん、という感じで、うん、ちょっと相手の様子を見ながらちゃんとコミュニケーションを取るのがいいと思います確率的にね、うん、ラインは これが対不接っていうのはちょっと正直ないです <laughs> 相手があなたのこと好きじゃなかったら返事してくんねえしって感じですねはい、うんうん